こんにちは、スプリングです。私は今というよりも、以前ですね、この2022年、もう昨年になりますけれども、春の、振り返りを、していたかなと思います。今回はその続編ということになりますのでね、今回も綺麗な景色、私の撮った中で良かったなと思うのを厳選してね、載せておりますので、ね、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ずっとおりますのは103系、渡見崎線の、列車ですね。まあ、ちょっとこれ今私収録してるのが2022年の12月なんですけども、まあこの103系もちょっと去就がね気になるところではあるんですけども、まあこの動画を公開している頃にはすでに引退をしてしまっているのか、それともまだ走っているのか、まあその辺もねちょっと未来を楽しみにしながらちょっと喋っております。というわけでね、この動画スタートをしていこうと思います。こちらはね昨年のゴールデンウィーク、これは何でしたっけ、 ELSL群馬横川号でしたっけ、もうちょっと名前を覚えてないんですけどね、もう P トップが取りたいなということだけでね、ここまでやってまいりました。まあ、後ろにはね C61-20C6120 とか言われますけどね、本当に大きな蒸気機関車がぶら下がっております。まあまあ真っ黒ですからね、なかなか編成としては美しいかどうかなかなかわからないところではありますけども、いや本当にねこの時ゴールデンウィークは、ね、天気も良くて、向こう右側にはね妙義山も見えております。非常に美しかったですね。向こうでたくさんね撮り鉄の方がいらっしゃいますけど、こちらはおそらく編成写真狙い、まあ、今回私はね、まあ、P トップなのでちょっと編成写真撮ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、おそらくね面に光が回らないだろうということで、まあ、ちょっとこの手前にありましたタンポポと一緒に撮影をしておりました。というわけで写真こんな感じですね。まあ、この青空、そしてこの P トップ、そしてこの手前に広がるお花畑、非常に良かったですね。さあそしてまた場所は変わりまして、先ほど撮った翌日だったかなと思うんですが、こちら413系ですね、越後ときめき鉄道。まあ、この冬に関してはこの413系、まあ、運転をされないということでね、もう今走ってないかなと思うんですが、まあ、クラウドファンディングを見事成功をしまして、この延命が決まった車両になりますね。そして右側にはこのような立派な雪をかぶった、妙高山ですね。そして左の方には黒姫山、本当に美しい場所でした。というわけでね、こちらも写真を撮ってみましたけども、こんな感じになりましたよ。やっぱ春爛漫という感じでね、手前にタンポポを入れて、後ろにこの雪山を入れて写真を撮ってみました。いや非常にいいのが撮れましたね。まあ、春というとね、まあ、この花の美しい時期でもあるんですけども、まあ、この緑も綺麗な時期ですよね。まあ、この、まあ、新緑の季節といいますか、そこをね、この雪山と一緒に413系撮影をしていきましょう。いやいや、なかなかのいい速度で列車は通過をしてきました。いやーにしてもこの裾綺麗ですね。というわけでね、まあこれは羽馬というわけですけども、まあこの、列車、路線名の羽馬ラインという名前ですが、まあそれの由来にもなっておりますね。さあそしてこの413系もう少し追いかけておきました。まあ、本当にね、このゴールデンウィーク天気が良くてね、雪山、本当にね、綺麗に見えておりました。こちら、姫川を渡る413系。この姫川下にはね、なんか人が物を探しておられるような感じですけど、まあ、翡翠が取れるこの川なんですね。まあ、翡翠って非常に綺麗な宝石のようなものですが、まあ、この姫川は日本でもね、唯一というか、もう指折りの姫川、翡翠の取れる、まあ、川ということになっております。そこをね、ゆっくりとこの413系が進んでいきます。これはね、後ろにある妙高山と一緒に列車を撮影をしてみました。ちょっとこちら側はね、まあ、この角度の関係的に光が当たらないんですが、まあ、しかしながらね、非常に美しい写真を撮ることができます。というわけで写真はこんな感じになりました。この右側の上に映るのが、妙高山ですね。そこを渡る413系。いや、この塗装も本当に復活してよかったですね。本当にね、いい被写体ですよ。まあ、非常に国鉄時代を生み出されるな。私国鉄時代生きてないですけどもね。まあ、本当にいい列車ですよね。というわけでね、先ほどの撮影をした後、今度富山県内に入っております。この日はちょうどね、富山地方鉄道じゃないわ。何でしたっけ？愛の風？富山鉄道でしたっけ、合ってますかね。まあ、そこを走ります413系が引退をするということで、413系からの413系を撮影をしております。この新北陸色、こちらもずっとねたくさん走っておりましたけど、ついに引退ということになりまして、撮影に向かった次第でございます。いや、北陸に来るとね、どうこの白に青のラインの列車が、たくさん走っておりましたからね、419系とか583系を改造した車両でしたけども、
まあ、これがついに引退をしてしまった、まあ、このね、北陸といえばこの塗装だったかなと思うんですが、まあ寂しい限りですよね。まあ、しかしながら最後にね、いい列車撮影をすることができました。いや本当にね、この北アルプス美しいですからね。まあ立山連峰といいますか、そしてこちら有名な神社裏と呼ばれるところですけども、本当に天気良くてね、この立山連峰でここまで見えることあんまないんですよね。まあ、ちょっとだけねガスはあったかなと思うんですけども、それでもこんなにくっきり見るのは本当に珍しい。まあ何度もね富山県に私行きましたけども、いやなかなかねこのような絶景に出会う機会はありません。まあ、本当に行ってもね、晴れててもまあなんか山があるかないかわからないかいぐらいのね、もうガス具合だったりとか、なかなかこの山をお目にかかることはできません。ましてはこの雪がかぶった状況、本当にこれは奇跡と言ってもよかったかなと思います。そこをね、新北陸色を先頭にした413系がやってまいりましたので、ここで撮影をしておきましょう。本当にすごい人でしたね。200人ぐらいいたんじゃないかなと思うんですが、まあ、かつて最後の方にね485系をねここでも撮影をしたことあるんですけど、その時よりも多かったですね。いやーまさかね、その時の練習伝であった413系を皆さんここで取りに来られるとは、その時は私は思いもよりませんでしたね。というわけでね、この立山バッグ、しっかりとね撮影をしておきました。まあしかしね、やっぱこの立山は捨てがたいということで、もう少し今度は高山本線に移動してまいりました。こちらは特急飛騨号、まあ HC85 もね入ってしまいまして、まあ、このキハ85もこれからどんどん数を減らしていくものかなと思われるんですけども、ここでね、しっかりとね立山バックで撮影をしておきました。まあ、ちょっと構図にねいろいろ迷ったんですが、結局まあこんな感じになりました。この田植えを始める前の、この水の入った田んぼの状態、そこにね光を映しておりました。そしてこの後はね風がやみまして、本当にねこの立山が2つ見えてる、上と下に2つ見えてる状況になりまして、水鏡で撮影をすることになりました。このキハ120エロ光でね光が当たっておりまして、これはもう本当にいいですね。いやこの1日本当にいいのがたくさん撮れたと思いますよ。移動距離としてはすごかったですけどね。というわけでね、写真こんな感じになりました。というわけで今回はこの春の様子をお伝えしましたが、まだまだ撮っていきますよ。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。